この作品はフィクションです。登場する人物名、団体名、地名、設定などは全て架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。本製品の全ては株式会社ユノスの著作物です。本製品の一部または全部を無断で複製、改変、録音、賃貸、疑似レンタル、配布、配信などすることを禁じます。いいかい、違反しちゃダメだぞ。ゆずソフトサワー。ファルケ、はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回からですね、こちらの作品やっていきたいと思います。ユズソフトサワーさんのデビュー作パルケですね、やっていきたいと思うんですけども、なんと発表されてから、その日の夜、日付変わってから配信開始ということで、まあ、2500円となっておりますので、よかったら購入してみて いただけたらなというふうに思います。てか今からまあ実況あるわけだから、まああれだけど、もしよかったらね、買っていただけたらなというふうに思います。じゃあ行きましょうか。ですね、名前はもう忘れた。ということで、もう完全初見ということで、早速やっていきたいと思います。じゃあ行こうか。なんか、やっぱ、遠山奈緒さんの声っていいよね。俺、はがないのさ、ゆいがはまゆいちゃん好きだからさ。まあそれ以外にもね、遠山さんの声は、まあ聞いてたりはするんだけども。はい、ということでやっていきましょうか。はじめから、何これ、フリーストーリー、何これ、プロローグってことか。プロローグでいいのかな。じゃあ行きましょう。遠山奈緒さんらしい。多分さっきの説明読んでるのはこっちかな。ダウナーな感じは多分タイトルコールのやつってか、コロコだったと思う。ってことでやっていきましょう。何もわかんない。私、三好真中は、この会社に就職したことを後悔している。株式会社、いぶき。十大手の電機メーカーとして、日本では、それなりに知られているけれど、正直なところ、知名度の大半は、過去の栄光。時代の流れもあって、業績は、右肩下がり。かなり危ないんじゃないか、と、社内でも最近噂になっている。経理が逃げ出し始めている、なんて噂もあったり。もらえた内定はここだけだったから、他に選択肢はなかったんだけど。あれ、声誰？愛か、マナか。私は伊吹で、一人の取締役の秘書として働いていた。大学では、外国語学部で勉強したので、多少は外国とのやりとりもできる。そのあたりが雇われた理由だと自分では思っている。私としては、事務の希望だったけど、蓋を開けてみれば秘書での採用だった。予想外のことはあったけど、尻込みするほどではなかった。仕事に関する技術なら、メモリグラフトと、グラフトで学べばいい。BMI、ブレインマシンインターフェース。脳と機械をつなぐことを可能とする機器だったかな。それで何ができるのかといえば、まあいろいろ。例えば、映画やドラマなどを脳で見ることができたりとか、進化した VR デバイスとしてゲームなどにも使えたりとか、脳に直接映像が流れてくるってどういう感覚なんだろう。試してみたいな。っていうか、テキスト、うわっ！ささって感じ。これ、わかる？これ、すごくね？うわぁ、テンション上がる。逆に、自分の視覚情報をアウトプットする。カメラの代わりにすることもできる。他にも、損傷を受けた脳の機能を補助するのも有名なところ。脳が発する微弱な神経信号を運動神経に加入させることで、体を動かせるようになったり。見えない聞こえないといった場合でも、BMI によって情報が伝達されたり、他にも脳の信号によって制御する BMI 義手にも利用され、より精密な動きの再現。さらに、義手からのフィードバックを受信することで、手の感覚、触覚を再現することもできる。
なので、五感を補助する使い方が有名だろう。他にも最新な医療支援ロボットや、ドローンの操縦など、機械の制御を脳で行う研究も進められているらしい。そして、みんなが一番利用しているメモリグラフと、技術の移植、移植、他人の経験や、培った技術をデータ化し、追体験することで、自分の経験にできるというものだ。私が秘書としてのスキルを移植したみたいに。これによって、職人の育成が簡単になったことはもちろん、いろんな仕事のハードルが下げられた。誰でも気軽に、個々人の能力差を埋めることができてしまう。便利な技術であり、就職の制限が減った反面、空いてる席は見つけるのが難しい。だから、優位性を守るため、出し渋られてるスキルも結構あったりするんだけど。ってことは、勉強を意味なさないってことになってくんのかな。これらの VMI は民間の電機メーカーでも製造、販売されている。商品名は各企業によって違うけど。もちろん、いぶきでも BMI 商品は製造していて、業績に大きく関わる分野だ。ただ、いぶきはその競争でも一歩遅れている。この前の決算もかなりヤバかったみたいだし。転職しようかな。でも今さら転職先見つかるかどうか。やべえ、ちょっと声誰だろう、聞いたことあるんだよな。心配になって考えて、めんどくさくなって諦めて、というのを繰り返していた。ある日、私は取締役に呼び出された。君の仕事を少し変更させてもらう。ジムに移動とかでしょうか。給料も下がるのかな。やっぱ潮時かな。そうじゃない。君は別のものというか、人形の世話をしてもらいたい。ああ、この人形が主人公ね。人形？よくわかりませんけど、仕事なら。連れて行かれたのは不思議な部屋。仕事用のデスクは当然としても、ベッドが置いてあって、トイレにシャワールームまで。この部屋の中で暮らしていけるように、という意図が感じられた。まさか、私にここに住めと？愛人になれ、とでも言うつもりか。訴えるぞ、この野郎。エロジジイめ。なんて思っていたのだけど、弁護士を雇う必要はなかった。ここに住むのは私ではなく、見知らぬ男性だった。外見は私と同世代、見たことはない気がする。この人も社員なんだろうか。おー、髪の色がすんごいね。こいつの面倒を見てほしい。どなたなんですか、この方は。さっき言っただろう、人形だ。どう見ても人間なんだけど。こいつに会社を立て直させる。そのために手に入れた。さらに怪しげな話になってきた。つまりコンサルタントとかアドバイザーとかなんですか、この人。そういう知識も移植されているらしい。らしいって。いいか、こいつの存在は公害禁止だ。極秘扱いとする。え、そんなに？ロボットなんだよね、多分。だからいろんな情報とかいろんなものを脳に入れて万能型になってんだろう。この部屋から出すこともな。常に鍵をかけておくように。鍵も？いや、でもそれは。見るとドアノブの内側には鍵穴しかない。なるほど。この部屋で暮らしていけるようにというのは間違いじゃないらしい。監禁じゃねえか。いや、そもそも無理やり連れてきている時点でまずいのでは。このままでは悪事の肩を担がされることになるのでは。逮捕されるとか勘弁なんだけど。心配するな、警察沙汰になることはない。そう言われましても。
面倒事を避けるために説明しておく。こいつは人の手で作られた人形のようなものだ。え？もともと人だったって話？何言ってんだこのおっさん、意味がわからん。そんな顔してんのこれ今。そういう表情か。天才を生み出す実験の中で生まれた試作品だ。はあ、天才ですか。メモリグラフトを使えば天才を作れるんじゃないか、そう考えたやつがいたらしい。いわゆる魂の移植ってことですか。でもそれは不可能だと言われてますよね。メモリグラフトは便利だけれど制約もある。人間を丸ごととなるとそれを受け入れるための器が必要になる。だが一人の脳に二人を受け入れることは難しい。問題は他にも、膨大な記憶を正確にデータ化するのは非常に困難な作業だ。なので移植できるのはあくまで一部の経験、技術だけと言われている。だが分割された経験や技術を集めていけばいずれは新たな人間になるのではないか。それが優秀な人間の経験や技術であれば天才になるのではないか。最強の存在を作り上げるみたいな、なんてことを考えたやつがいたんだ。強いところを引っ張ってきてこれ最強みたいな感じでしょう。要はそれがこの人ですか。さながらフランケンシュタインの怪物。あれ、フランケンシュタインは博士の名前だっけ。いや、どっちでもいいんだけど。よくそんな人体実験を OK しましたね、この人。詳しいことは私も知らんが、体も実験で生み出したらしいぞ。え？中身が空なら、意識が生まれるほどの大量な記憶も移植ができるはずだ、とな。ああ、警察沙汰にならないっていうのはそういう…まあ、生身の人間じゃないからって話よな。結局計画は頓挫したらしいがな。頓挫？でもあれ、この人は失敗したってことですよね。詳しいことは知らんが、非合法な研究だからな。何か問題でも起きたんだろう。研究は凍結、それまでの成果は流出し売り飛ばされた。巡り巡って私がそれを手に入れたわけだ。はあ、そうなんですか。そんな話本気で信じているんだろうか。頓挫という時点で無理だと答えが出てるんじゃないの。天才を作り出すね、もし本当にできるのならこんな人のところまで巡り巡らないと思うんだけど。で、いつ起きるんですか。というか目覚めるんですか。そのはずだが、いや、今まで目覚めたことはないらしいが。そんないつ動くんだよ俺は。はあ、目覚めたことはないって。え、調整は済ませたから次は目覚めると言われたんだ。やっぱ詐欺じゃん。いや、こんなの詐欺ですらない。信じるか信じる方がどうかしてる。どうせ払ったお金も会社名義なんだろうし、やっぱ転職かな。と、その顔を覗き込んでいると、彼のまぶたがピクピク震え出した。目を開けそう。何？私を押しのけ、彼に駆け寄る。おう。そして。私のために働け！お前の生きる価値は、私の役に立つことだ。覚えておけ。そのためにお前は生まれたんだ。何の説明もなくそんなことを言い放つ。擦り込みでもしてんのかこいつは。そんなムカつく態度で誰が従うんだろう。私なら来てる、打ち切れる。前々から思っていたけれど、この人はもう少し頼み方ってものを考えた方がいいと思う。これが原因でこの人が仕事を断っても私の責任にはならないよね。その心配は無用だった。彼が
あの男の態度に腹を立てることがなかった。というか怒る姿も喜ぶ姿も見たことがない。まるで感情を持っていないみたいに言われたことを無条件に受け入れて黙々と働き続けた。実際彼は有能だった。期待以上の結果を次々に出していった。ちょっとやそっとの経営費削減程度で問題は解決しない。大きな人事異動も含めた構造的改革。しかもそれだけじゃない。驚くべきことに BMI 関連の知識もあるらしい。いぶきで販売している BMI 商品の改良についても案を出していた。それが採用された商品はユーザーに好評で、いぶきの業績は徐々に上を向き始めた。BMI は新しい技術であり、日本だけでなく世界で研究が進められている。そんな専門的な知識を持っているなんて。あの実験の話マジだったわけ？試しに聞いてみたことがある。あなたは何者なんです？わからない。この部屋で目覚める前のことはわからない。興味なさげに彼は言った。自分の過去がわからなくても何の不安も感じていない。というか感情が欠けているように見える。あの人が言っていたように人形、もしくはロボット、 AI、 そんな感じ。でもそっか、そんな状態で起きて初めて見た相手に言われたから、あんなにあっさり受け入れられたのかも。こういうのも刷り込みっていうのかしら。ね。横文字なんていうのが忘れたけど、改革が進み、いぶきの経営状態は改善されていった。少なくとも数字上での問題点は着実に減っていった。当然反発もあったけど、ほとんどの社員には好評な改革だった。無駄な会議、不必要な残業の撤廃などは特に。彼が提案した改革は概ね行われたと言える。却下された改革といえば、取締役の解任、報酬の引き下げ。バカなことを言うな。誰がそんな提案をしろと言った？私は役に立てと言ったんだ。二度とそんなくだらないことを言うな。わかったな？なんて激高していた。そりゃ拒否するだろうな。あの手の人が権力とか肩書きとか手放すわけがない。意外だったのは、その時彼は少しだけ不満げな顔をしていたことだ。私の見間違いでなければだけど、もしかしたら気のせいかもと思うくらい些細なものだったけど、多分それが彼の感情を初めて見た瞬間だった。まだ喋ってないよね。一回だけ喋った。いやー、なんか月日流れんの早いね。さらに半年が経ち、売上は順調に伸びていった。もはや国内において、いぶきは BMI 関連において、他メーカーより頭一つ抜けたと言える。けど。まだだ。こんなものでは足りない。業績を上げて、いぶきをもっと大きくしろ。なんでこんな無能な奴がここの地位についてんの？無能だからか。お前にはそれだけの能力があるんだ。価値を示せ。必要なことは何でもしろ。わかったな？その時の彼もやはり不満そうな顔をしていた。というかあからさまに苛立っていたように思う。以前のように見間違いかもなんて疑う必要がない。それくらいはっきりと顔に出ていた。以前はロボットのようだなんて思っていたけれど、いつの間にか彼は感情を表に出すようになっていた。必要なことは何でも。彼がふとつぶやく。先ほどの苛立ちはない。その逆、彼は口元を歪めて薄く笑っていた。まるで丸だくみでもしているみたいに。何を考えているのかわからないけれど、それは今までの雰囲気と全く違う。
そんな気がした。にしてもどうするつもりなんだろう。必要なことは何でも、その結果どういうつもりだ貴様。めちゃくちゃ切れていた。彼のしたことがお気に召さなかったらしい。まあ当然か。誰がこんなことをしろと言った。私の役に立てと、会社を大きくしろと。なのにお前は私を解任だと。そんなこと認められられるはずがあるか。まあ、ここにスカットジャパンがあった。もういいよお前帰って。聞き飽きたお前の声は。エイジタは却下された取締役の解任。権限のない彼には却下された案を強行することはできない。権限がないから手に入れればいい。ということで株の 51% を手中に収めてみせた。と言っても全てを取得したわけではないけれど、複数の大株主を解き伏せ、他の上層部に根回しを行い、指示を勝ち取ってしまったのだ。にしてもどうやったんだろう。もしかして詐欺師の記憶も移植されてたりするんだろうか。ちなみに私も株を取得して協力している。もちろん私に変えるのは微々たるものだけど、会社が維持できるなら私としてもありがたい。貴様がこうしていられるのは一体誰のおかげだと。いびきをさらに大きくするために必要なことだと子供投げに彼は言った。なんだと。どういう意味だ。このまま経営を任せていれば会社の成長どころか再び倒産の危機に瀕する可能性すらある。だったら自分で経営してしまった方が安全だ。確実、要は無能と言われても当然だ。バカな。私がこの会社の。青を俯瞰ばかりの様子で男は目をひんむく。だけど言葉は続かない。私は。おいおい、後にこいつがラスボスになって報復してくるとかないよな。それが一番怖えな。がっくりと肩を落とし、そのまま呆然と立ち尽くしていた。くそ、なんてことだ。貴様のような出来損ないの、くそ、出来損ないの人形に。これが息吹の V 字回復とクーデターの内実だ。より自由な提案をできるようになり、いぶきの業績はうなぎ登り。あの時の言葉通り、いぶきをもっと大きくしてみせたのだ。最終的に命令を達したことは間違いないんだけど。もしかしてこれって一種の反抗期かしら。そんな彼がある日私にこう問うた。人間って普通って一体何なんだろう。はい。人間って普通って一体何なんだろう。何をおっしゃってるんです。なんかあからめてんな、かわいい。照れながら私は尋ねてみた。別に私が照れる理由はないんだけど、何なの。なんでそんな真顔でそんな恥ずかしいこと言えるの、この人。あの男が言っただろう、出来損ないの人形だって。ああ言ってましたね。ただの負け惜しみみたいなものだと思いますけど。普通ではないことは事実だ。それは自分でも思ってる。彼はすでにクーデターを起こす前から自分の出自について知っている。ただ知った当初は興味を抱くような素振りはなかった。でも最近になって自分の存在について気になっているらしい。いつの間にか口調も随分砕けた雰囲気になっていた。話し方もそうだし、一人称も私から俺に変わってるし。
その一人称が私の時は知らないんだか。でもまさかこんな恥ずかしい問いかけをするとは。はうん、背中がかゆい。だから思うんだ。はあ、何をでしょう。普通の人間って何なんだろう。ミキチさんだっけ。ミキチさんはどう思う。え、それは難しい問題ですね。お願いだから私を巻き込まないでほしい。そうだな、普通なんて相対的な視点から生まれるものだ。確かに難しいな。微妙に違う感がありますけど、それでいいです。はい、適当。俺はもっと自分を知るべきだと思う。え？はい。だから自分を見つけるために外に出ようと思うんだ。ああ、つまりそういうことか。自分探しの旅ってやつか。俺は知りたい。聞いてるだけで恥ずかしい。だけど本人は大真面目だし、馬鹿にするのは良くない。世間を知った方がいいのは、まあその通りだと思う。わかりました。それで、私は何をすればいいんですか？用意してほしいものがある。あと、とりあえずなんだが。はい、何でしょう。名前をつけてくれないか、俺に。名前ですか？変か、それも。普通じゃないか。いえ、気にする方が普通と言いますか、当然の反応だと思います。人形扱いしてきたあの人が名前をつけるわけがない。かといって私から勧めて余計なことだと癇癪を起こされても面倒だったから。それに最初の表情のなかった頃を見てきたからだろうか。そんなものは必要ないと無機質な返事をされると思い込んでいた。だから彼からそう言われたことに本当に驚いた。私が決めていいんですか？他にいない。それはそうなんですけど。解任劇の根回しもあったことで彼の存在だけは一部に知られている。とは言っても詳しいことは伝えていない。あくまで謎の優秀参謀としてであり、未だに窓口は私。仕事に不満があるわけじゃないからいいんだけど。俺が目覚めた時から見ててくれたのはミキチさんだ。だからミキチさんの他にはいないし、ミキチさんに頼みたい。そこまで言われたら、じゃあミキチさんだっけ。こっから読み取る。やべ、読めねえ。え、わかんないわ。変にネタに走ってもネタだって気づいてもらえないだろうな、この人相手だと。ひとまず無難な名前で様子を見るのがいいか。名字と名前、なんだろう、パッと思いつくよりも少し関係があるものがいいのかな。となると、いぶきかなとっていう名前はどうですか？いぶきはもちろんこの会社。カナとは他人の願いを叶えた人、そして自分の願いを叶えてほしい人みたいなところからふと頭に浮かんだ。なんか普通にいいね。理由を言うのは恥ずかしいからごまかしておこう。伊吹カナと、伊吹カナと、伊吹カナと、うん、いいな、それがいい。そうですか。お気に召したのならよかったです。ありがとう、ミキチさん。よしか、キチか、これ少しびっくりした。今までも仕事に対して俺を言われたことはあったけど、さっきのは少し違ってた。ビジネス上の挨拶というか社交辞令というか、そういうのではなく感情がこもってた。丁寧に頭を下げる姿も初めて見たかもしれない。やっぱり以前の姿とは全然違うんだな。
いえ、そんな頭を下げてもらうほど大したことでもありませんから。それよりも用意してほしいものに関して連絡をもらえれば対応しておきますので。ああ、よろしくお願いします。そうして私は彼の自分探しの旅の準備を整えることになった。と言ってもそこまで大変だったわけじゃない。世間を知るというか自分を探すためならこちらで準備することは少ない方がいい。私が用意したのはお金とかスマホとか必要最低限な、物品だけ。あとは本人任せにしても自分探しね。多少の心配はあるけれど、まあ日本だし、困ったことがあってもなんとかなるでしょう、多分。言われるままに従順だったのが反抗期を経て今度は思春期。中二病はないのかしら。いや、誰でもが発症するわけじゃないからな、それは。何にしても大きくなっちゃって。俺の目が。はママ。いや、なんで私この年で子育ての考えにふけってるんだろう。仕事しよう。ファルケ。え？ああ、これがプロローグか。なるほど、これで伊吹、かなた、かなとくんが出来上がったみたいな話か。こっからあれだね、ストーリー始まってくってことになると思います。はい、ということで今回ここまでにしようか。まあ、次回からね、本編ようやく始まっていくのかなというふうに思います。あの子なんだ、マナカなのかアイカなのかわかんないんですけど、まあなんかね、キャラクターページにもないキャラクターが出てきてちょっと正直ビビってるんですけど、まさかね、この主人公が出来上がるまでの物語、まあ、スカットジャパンを一部見られて俺は心が、気持ちいい感じになってるわ。はい、ということでこの二人がね、いつ出てきてくれるのかっつうのは次回以降になってくると思いますんで、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。やっぱなんかそういう電子世界のというか、そういうのが彷彿させるタイトル画面というかね、そのテキストバーのあれとかもそんな感じだったよね。ビリリって出てくる感じめちゃくちゃかっこいいなと個人的には思いましたと。はい、ということで早く会いてえな、この子たちに。この子いいな。髪の長さがベストなんよね。俺結構好きなんですよ。あとチョーカー巻いてると。はい、ということで今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。